どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、今週ですね、11月23日土曜日、シュプリームウィーク13ですね、さすがのリークの方が上がりましたので、紹介したいと思います。で、今回はですね、まあ、はじめどんなコラボになるのかなと期待してたんですけども、結構月曜日の段階で、早い段階でもうすぐアップされまして、まあ、なんと、フォトブックですね。はい。ちょっと微妙かなと自分的に思ったんですけども、で内容を見ると、まあ、2010年から2018年の、まあ、シュプリームの歴史を、まあ、写真集にしたようなものになりまして、で全部で351ページあるようで、で一応付属品に、まあ、あのポスターだとか、あとオリジナルのボックスロゴのステッカーが付くみたいですね。で、まあ、写真見るとなんか結構分厚い感じで、まあ、結構しっかりとした感じかなっていう気がしましたね。はい。で、ただ、もし、例えば買ったとしても、多分ピラピラピラーって見て、で、パタンと閉じて、そのままもう、あれですよね。本棚に入れて終わりって感じのイメージしかない。ちょっと自分が多分そうになっちゃうんじゃないかなっていうちょっと気がしてですね。それに、まあ、結構価格も50ドルって書いてあったんで、多分おそらく日本の価格だと多分1万円しないぐらいかなっていうちょっと予想はしてるんですけども、一回見てし、なんか棚に、本棚に入れといて、そのままもう触らないっていうレベルのもんかなって気がするんで、ちょっとそれにそんだけお金かけるのもどうかなってちょっと気がしてますね。はい。で、あと定番商品の方も、あんまりなんかそのパッとするものがなくて、まあ一個ド派手なあのガネーシャのあのフォックスファーですかね。あの結構ごついなんかジャケットが出るんですけども、あれぐらいかな。あれが多分なんか一番人気なのかなっていう気がしますね。で、あとは、まあ、ちょっと気になるのがダンベルですかね。あの金と銀の、あの、2種類出るみたいで、一応数字が5って書いてあるんで、多分それは5キロの重さを意味してるのか、かなっていう気がするんですけども、あれちょっと筋トレしてみようかなとか、でもただ、価格が結構あれも98ドルって書いてあったんで、多分おそらく1万円以上するんだろうなっていう感じなんで、どうなんだろう。実際のダンベルっていくらするのか、ちょっと自分筋トレしないんでわかんないんですけども、どうなんだろうってちょっと思ってますね。はい。ではですね、早速ちょっと商品の方ですね、順番に見ていきましょう。はい、ではですね、早速見ていきましょう。で、まずですね、今この画面に出てるのが、注目商品のフォトブックですね。で、これ今ノートの上に普通にさらっと置いてあるんですけども、結構こっからすると結構なんか大きさはありそうですね。で、分厚そうですし、まあ結構割と重厚感があるような感じかなっていうか、イメージですね。で、見ると、まあ、この付属品のポスターと、あとボックスロゴのシールですね。はい。で、中を見るとこんな感じで、外人の方が写ってる写真ですとか、あとはスケーター、あとはまあ多分これおそらく歴代のなんかそういうアパレルの着た、モデルさんが着たようなそういう写真集になってるのかなっていう感じですかね。はい。これスケートボードで、ね。はい。こんな感じですね。まあ多分おそらくこれ一回ピラピラ見て、本棚行きって感じがしますね。はい。まあ、ただこれ、シュプリームの好きな方にとっては、まあ、コレクションなのかなっていう感じですかね。はい。では、続いて定番商品ですね。これが、まあ、多分注目のガネーシャの、フォックスファージャケットですね。まあ、これ結構ごつそうですね。で、割となんか重厚感あるような感じがしますし、まあ、ちょっと前に出たあの、自由の女神に匹敵するような、なんかかなり奇抜なデザインですね。なかなかちょっとこれ着てちょっと街は歩けないかなっていう感じですかね。結構みんな見ますよね、こんな着てたら。はい。で、続いて、ロンティーですね。これもなんかえげつないですね。結構派手ですね。はい。なんかちょっと前、確か SS かなんか出てたなんかすごい不人気だった時の出た、なんか日本のアーティストのコラボの時のやつとなんか似てるような感じですね、イメージ的には。なんかそんなような感じがする。なんか、はい。で、続いて、フーディーですね。フルジップのフーディーになりまして、まあ、これも、まあ、別にいいかな。はい。で、続いて、セットアップのパンツですね。はい。まあ、これもいらないかな。はい。で、続いて、まあ、定番の S ロゴの B2 ですね。まあ、これは、まあ、いつも出てるようなものになるので、まあ、ちょっとこの S が、なんかすごい蛍光色なんで、あんまちょっと自分的には好きじゃないかなっていう感じですかね。はい。で、続いてが、スポーツパーカー。これも微妙ですね。これもいらないかな。はい。で、続いて、これが、なんですかね、これ、ベアロのなんか、ジャージなのか、ポロシャツなのか、ポロって書いてあるんで、ポロシャツっぽいですかね。これもいらないかな。
はい。で、続いてまたフーディーですね。まあ、これも別にいらないですね。はい。で、ちょっと注目してるこのダンベルですね。まあ、金と銀の5って書いてあるんで、まあ、5kg なのかなと思うんですけど、まあ、これもちょっと気になりますね。で、これ実物がこんな感じですね。結構なんか重そうですよね。これ、結構、あの、店舗で買ったら持って帰るとき大変そうですね。まあ、結構この手から推測すると結構ごつそうな感じですね。はい。で、続いてなんか、リークに出てると、ウィーク1で最初に立ち上げで発売されたライターがなんかリストックされるとかどうたらとかなんかそういうの出てたんで、もしかしたらこれが出るかもしれないですね。リストックされる可能性があるっていう。で、続いてこのライター、これも、ライトもですね、これもなんかリストックされるようなことが書いてありましたね。はい。で、あとはこれ、水筒ですね。これもなんか出てましたね。まあ、ただ、本当かどうかわかんないですけど、一応 SNS かなんかで見たら一応、されるっぽいようなのが出てましたね。はい。はい。では、こちらで以上となります。はい。では、いかがだったでしょうか。まあ、今週もですね、ちょっと微妙な週ですね。で、もともとですね、結構先週ぐらいから、まあ、いろいろ SNS なんか見てましたら、まあ、ボックスロゴの、BD ですかね、あれがなんか出るんじゃないかっていう、なんかそういうリークが出てたんで、まあ、おそらくてっきり今週、出るのかなと思ったんですけど、まだ今のところまだ発表はされてないんで、まあ、もしかしたら、まあ、大体ギリギリで、商品がプラスされる傾向があるんで、ちょっともし出たらですね、まあ、並びかなっていう感じですかね。はい、久しぶりに。で、あとは、まあ、多分今この商品ラインナップ見ても帽子が1種類しか出てないのも、それも怪しいんで、まあ、多分おそらく追加されるんじゃないかなっていう気はするんですけれども。で、あとメールの方も、通常だと、ウェブ抽選でしたら、まあ、水曜日にメールが来てるんで、で、ただ今日水曜日で来てないんで、まあ、ウェブ抽選でもなさそうな感じなんで、まあ、普通に並びでいけるかなっていう感じですかね。なんで、まあ、ちょっとこれで、まあ、明日ぐらいには、まあ、多分確定するとは思うんで、全商品。まあ、それ見てですね、ちょっと判断したいかなと思います。はい。ではもう、だんだんとですね、今11月の後半で、あと1週やったら11月終わるんで、まあ12月ですね、まあいよいよ、ボックスロゴが多分そろそろ来るんで、まあなんとかいけたいですね。まあ先週はもう、スニーカーも全然ダメだったんで、トラビス欲しかったなと思ったんですけど、あれも全然当たらないですし、まあ結構当たってる方見てぐらい、ああいいなと思ってですね。なかなかなんかほんとなんか縁がないですね、スニーカーとか。まあほんとスニーカーズなんか全然買えないですし。ゴッテムっていうんですかね、あれ普通になったこと、まあ一回、在庫あるもんで買ってみたらゴッテムって出たことあるんですけど、それ以外ないですね。一回も見れないですね。はい。一回見てみたいなと思うんですけど。まあなんかゲリラで、ジョーダンの、ブレッドですかね、がなんかあった、ゲリラ販売あったみたいですけども、全然気づかなかったですね。はい。まあ、なかなか縁がないかなって感じですかね。はい。ではですね、こちらで以上となります。まあ、何かですね、随時リークなどか、リーク情報ですとか、なんか商品買ったりしましたらですね、また随時紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。